それでは早速 A ブロックから参りましょう。はい、A ブロック最初のバトルは、はい、慶応義塾大学から MC 区役所さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、バトルの進行は八文字さんにお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、高校で。では先攻が、明治大学の MC リクです。高校が慶応の MC リクでしょう。参りましょう。レディーファイト。俺も真っ向勝負であんたと立ち向かうような感じだけどやってるぜ。お客さんとも真っ向勝負。俺は6の字の MC 4を足してみんなで手に行く。つまりはそう、そういう感じ。4を足す幸せになる。俺は音楽でみんなに幸せを運ぶ MC。 あんたはどう？区役所、お役所仕事じゃ MC マイク握る仕事はさせらんねえぞ。 Yeah yeah check the microphone 1-2-1-1-2 俺のバスター、みんなよく聞きなよ。こいつが天で天に飛ぶかよりもずっとこいつはベンチウォーマー、yeah、それだけの話だろ。お前よりの俺の方が気合ある。わかる？庭には外車2台ある。これはこのビートサンプリング。お前金持ちの MC だけじゃないって言ってたじゃん。庭に外車2台あるとか嘘つくなよ。嘘つきな MC は嫌われるぜ KO この野郎。いや、そういうのも全部用意してきたか。ペン先とペン先を交差してる交渉の MC、 この場所で言葉と言葉を交わす MC リークのやり方、食らわすシックスセンスキックスバス。Yeah、 これはそうエンターテインメントだろ。だから俺はそのサンプリング、お前知らないだろけど真っ向勝負のビートのサンプリングしただけだわ。お前の第六感知らねえけど俺ならば味覚視覚聴覚全部使い上げる。口角口角表す。ここからバス蹴るぜ、バスキックするだけど前も殺すだけの MC 終了。はい、いや、お客さんの反応も最高っすね。もうおーっていう熱くなったところでもう声出しちゃって大丈夫ですので、よろしくお願いします。さあ、それではまずは判定を聞いていきたいと思います。審査員の新平太さん、どちらか片方もしくはまあまあ何かあるかもしれませんが勝ったなと思う方札をお願いします。先攻が明治の MC 陸、高校が慶応の MC 区役所です。では聞きたいと思います。新平太さん、勝敗は？行きましょう。先攻が慶応の MC 区役所、高校が明治 MC 陸。レディーファイト。はい、これは延長だから全校生徒聞いてくれよ。俺の言葉届かせるだけだぜ。わかる？これは大学それも関係あるが、男の戦い、男の戦い、はい、本物まがい、即興まがい、それなら討論流しするだけのライミン聞かせてくれよ。お前のバレブロジェームズ、これこいつのゲストセール。聞いたことあるライムするけど聞いたことある声でみたいなやつでしょ。大学生なのにどことのバズーカぶっ放してる高校生のモノマネするんすか。ヘイヘイ、そんな感じでやってくぜ。あんたがさっき嘘ついたのはそれは事実だし、俺はリアルなことだけやる達成、自分さらけ出してしっかりやる姿がかっこいいと思ってるから。バズーカバズーカ知らねえな、こいつの臭すぎる皮ごとにダッシュ歌う。はい、それだけで分からす。俺はリック審議長の音源作れてるで、黄金の C3PO よみたいな感じだぜ。スキルもついてくる、おのずとお前には分からねえことだぜ。お前の勝つ確率なんてはほぼ 0%、 俺の方がヤバい。バスもっと蹴っとばいえいえ、蹴っとばすなら俺蹴っとばす、つまり0じゃなくて0001で 1000% 分かるかよ。俺が復活祭盛り上げる前夜祭、いや違うかもしれないけど、俺はいくらやられてもやられても潰されてもそこから膨れ上がってさらに成長してきた。あんたが陸人以上、俺もっともっともっと上目指したいんだけど。終了。はい、さあ判定どうなるんでしょうか。じゃあ再び聞きたいと思います。ありがとうございます。はい、では新平太さん、どっちかいけるかな、聞きたいと思います。勝者は？お、明治大学 MC リーク。お二人に拍手を送ってください。ありがとうございます。では、感想を聞きましょう。新平太さん、いかがでしたでしょうか。いや、初っ端から結構面白かったですよね。
そうですね、はい、1本目とか区役所すごい良かったんですけど、徐々にリクの調子が上がってきてたんで、はい、即興性も高かったし延長見たいなと。あ、なるほど。まあ、延長はリクが勝ったかなと、はい、区役所も非常にいいラッパーだったと思います。はい、まあ、この後はあの、まあ、ブロック制ですので、まあ、この後負けてしまった、ね、はい、区役所まだ出てきますので、皆さんもう一度お楽しみにしてください。